ビデオジャーナリスト阿部みきおさんのみきおジャーナルです。世界自然遺産にダムはないと言われていますが、知床はダムだらけです。世界遺産の登録へ向けて知床は大丈夫なのでしょうか。8月末、知床の川にカラフトマスが遡上してきました。クマはサケやマスを陸へ運んで食べます。おこぼれを鳥や動物が食べ、海と陸をつなぐ食物連鎖が成立します。10月になると白鮭が遡上してきました。海で成長したサケやマスは窒素とリンを体に取り込んでいます。陸の自然界には存在しない物質です。白鮭が命をつないでいました。産卵を終えたサケやマスは命を閉じます。こうして窒素とリンが海から陸へ、ヒグマを頂点とする食物連鎖の中で循環していくのです。サケ科の魚研究第一人者、小宮山英重さんです。北海道の委託を受けて世界遺産の候補地を流れる25の川を調査しています。遡上しているサケとマスの数、産卵床の数などを調べます。実態としてじゃあ何匹どこまで登っているのか、で無事にちゃんと育っているのかどうかということは実は誰も知らないんです。ヒグマが高密度に生息する知床の森、ヒグマの恐怖にさらされながらの調査です。川にダムがありました。ダムの上流は産卵できる環境なのか、サケやマスはダムを越えることができるのでしょうか。だから今ジャンプして登れませんでしたけど、ああいう状態で延々と魚がくたびれてるだけの状態なので、知床が世界遺産になるために全てのダムに魚道を設置すること、将来的に撤去を検討することが世界自然保護連合 IUCN から求められています。環境省によれば世界遺産の候補地には9つの川に50のダムがあるとされています。しかし私が数えてみると14の川に50をはるかに超えるダムがありました。知床はダムだらけなのです。昭和56年台風による大雨で陽別川は氾濫、サケマス孵化場は壊滅的な被害を受けました。孵化場を守るためにダムは次々と建設されていったのです。このダムも孵化場を守るために昭和56年の水害の後建設されたのです。ロシア側の卵を産んだ 卵は全部全滅してしまうものだから、そういう具合にダムを作ってくださいというお願いをして作ったものであって、サケマスが自然産卵できる川の環境の必要性を小宮山さんは指摘します。孵化場が不要になれば多くのダムが不要になります。人だけがですね、鮭が与えてくれる恵みを奪い取って、そして地域の自然や間接的に人に関わるそういった価値について考えられてないような気がしますので、このダムには魚道がありますが取り付けが流されていて魚は上がれません。ダムに魚道を作ればこと足りるわけではないのです。もう少し工夫をすると、まあ、使えるんだけど、現状は作ったけど魚道として機能してないという状態になっています。小宮山さんがダムの撤去か改良を指摘し、北海道がその検討をしているダムです。水の落差がですね、だいたい60センチあるんですね。それで水が空中を飛んでますので、
大変登りづらい状態です。根本的な問題を解決するような加工をするか、もしくは撤去するということが魚の移動を妨げない方法だと思っています。北海道と環境省がまとめた IUCN の回答ではダムの撤去は困難とされました。知床はダムを抱えたまま世界遺産になれるのでしょうか。小宮山さんの調査結果によっては道や林野庁などがダムの撤去を再検討することになるかもしれません。調査は今年いっぱい続きます。小宮山さんの調査結果、道や林野庁の決定を覆すかもしれない重要なものとなりそうです。この問題はこの番組の中で継続してお伝えしていきます。今日の特集でした。